放置映画賞の主演団優勝にはナンバー・ I のノキシさん28がノミネートされ、読者投票では1位に選ばれました。11月8日、映画賞レースのトップを飾る第48回放置映画賞のノミネートがスポーツ放置の紙面で発表された。同時に読者投票1位も発表されたが、主演団優勝で1位に輝いたのは、 8月25日公開の映画 G メンで主演を務めたニュームバー・アイ・ノキシユータさん28が主演男優賞の候補にノミネートされ読者投票では1位になったんです。投票は10月1日から31日にかけて行われていましたが、今回の結果から考えると日刊スポーツ映画大賞。 でも、騎さんが主演男優賞の読者票1位に輝きそうですね。女性紙ライター。11月1日に、第36回日刊スポーツ映画大賞石原雄二郎賞のファン参加の賞、ファンが選ぶ最高作品賞、ファンが選ぶ最高演技賞の投票が解禁された。12月1日正午まで、1デバイス1日1回ずつ投票を行うことができるが、 放置映画賞で読者投票1位が取れたからこちらも頑張ろう。ね、放置のファン投票の1位は岸くんでした。簡単ふ。だから、こちらも、投票せねばつつ、簡単ふ。私たちが選ばせてもらえる小放置映画賞の主演団優勝のミメート投票で岸くん1位でした。まだまだやってやろうじゃねか。 と、騎士が放置映画賞で読者票1位を獲得したことで、ファンはより気合が入っている。また、映画 g ーメンは11月7日にブルーレイ &DVD 発売が発表されているが、こちらも予約が殺到しているほか、公開当時から興行収入を伸ばそうとファンが映画館に足を運んでいる影響で、 11月現在も上映が続いている館も多い。現時点での興行収入は7億円ほどと言われているが、今回の映画賞などのニュースを受けて、さらに数字を伸ばすかもしれない。G メンは、岸さんが旧ジャニーズ事務所、現、スマイルアップ。6月末に退場する前の最後の作品として公開前から注目を集めていました。 それが公開当時だけでなく、現在までこうして数字を伸ばし続けている。これはファンの手厚いサポート、応援があってこそですよね。ヌームバー・アイの平野市さん26、神宮寺ゆ太たさん26はジャニーズ時代から抜群の人気を誇っていましたが、遅れて合流した岸さんの人気も、やはり不動のようです。全能。 騎士は9月末の退場後、10月15日に滝沢秀明氏、41の立ち上げたエンターテインメント会社、トベに合流。すでに合流していた騎士と同じもとき NG&OPS のメンバーである平野、神宮寺26と3人でヌームバー・アイを結成した。資格多数のファンが支える騎士には仕事オファーはなくならない。騎士は X、ツイッター。 平野と神宮寺はインスタグラムを開設しているが、11月8日11時時点でのそれぞれのフォロワー数は、騎士が80番人、平野が409番人、神宮寺が206.1番人。合計すると、およそ695番人にも上る。彼らが雑誌の表紙を飾ったり、ハイブランドのコーデを披露したり、何か行動を起こすたびに、 関連商品が爆売れする現象が続いている。4ヶ月以上のロングランになっている G メンがそうですが、資産を起用すれば数字は間違いなく取れるし、大滑りすることはない。ですので、今後も資産にはドラマや映画のオファーが届くのではないでしょうか。 それこそ G メンは監督も共演者も続編に意欲的なコメントをしていますから数字が取れるとわかっている以上続編を作らない理由はありません。 また、アーピスト路線の平野さんと神宮寺さんはテレビ番組の出演に消極的だと言いますが、二人に比べると騎士さんはバラエティ番組などにも関心があると聞こえてきていますし、日テレからはお墨付きも出ていますよね。制作会社関係者。騎士は日本テレビの人気番組でトキオなど旧ジャニーズがメインのザ・鉄腕・ダッシュの準レギュラーを務めている。 ジャニーズ退場後、飛べ合流後も出演を継続するかどうか注目が集まっていたが、10月23日、東京潮止めで行われた定例社長会見で日テレの石澤明社長、67は、岸さんは鉄腕ダッシュの大切なファミリーと考えており今後ともその方針に変更はありません。と断言したのである。 出演継続になるとは明言はしていませんが社長発言は重い。この発言の裏側には、やはり岸さんの大人気も影響しているのではないでしょうか。バラエティ番組に岸さんがゲスト出演すると、その回はテレビ界が最重要視している13歳から49歳までのコア視聴率が伸びる、というデータもありますからね。そして、日テレはファミリー発言をした以上。 今後、騎士さんの起用がなければ、そのファンの怒りを買うことにもつながりますから、今後も、ダッシュに継続出演するのは間違いないでしょう。全道直近の例では、11月5日放送の、ダッシュでは騎士が時を松岡正宏、46、と二人で出演していた企画を紹介する際、騎士が映らなかっただけで、プチ炎上を起こしてしまっている。 もっとも、騎士が映らなかった理由は、企画の趣旨を紹介する構成の都合上、騎士のシーンを使う必要がなかったから、とも言われているが、資格騎士も、ないわ、と感じていたジュリー氏との確執、騎士さん、そして平野さんと神宮寺さんも、多くの熱心なファンが支えることで、タレントがより活躍できる典型例ですよね。CM キャラクターを務める商品が売れるのと、 そのタレントも評価されるのと同じことです。旧ジャニーズは、そんな応援されるタレントの代表格であるキさん、平野さん、ジン・寺ュージさんという3ものを失ってしまった。改めて、非常にもったいないことをしましたよね。前での制作会社関係者。 三人がキンプリとジャニーズを脱退した決定だの一つ派、事務所の前社長である藤島ジュリー恵子氏との確出が原因と言われている。2022年11月の週刊文春によると、ジャニー北川氏、去年87の悲願だった海外進出を実現しようと奔走していたのが平野。 神宮寺、騎士だったが、海外での活動について取り合ってくれないジュリー氏に不満を持っていたという。平野は2022年の初め頃からジュリー氏に思いを伝えるため、何度も面談を申し込んでいたが、ジュリー氏のドタキャンが相次ぎ、途中からは5人で来るように言われ、メンバー5人で会いに行こうとしたものの、それでもドタキャンが続いたとされる。 ようやく5人とジュリー氏の面談が叶ったのはその年の九月頃。しかし、その席でもジュリー氏はメンバーの話をまともに聞こうとしなかったと記事では伝えていた。また騎は、キンプリが稼働や人気に見合うような待遇ではなかったことに不満を抱いていたともいい。 シャネルやエルメスなどの高級ブランドを愛用し、宝石だらけの指輪を身につけたジュリー氏を見て、普段はあまり感情を出さない彼も、あれはないわ、と生き通っていたと報じていた。結果的に旧ジャニーズ事務所はジャニー氏の課題問題が明るみに出たことで崩壊しましたが、とにかくジュリー氏は平野三騎士さん、神宮寺さんとは方向性が合わなかったと。 そして、彼らの思い、進む方向性を認めなかったと。その結果、多数の熱心なファンを抱える3ものを手放してしまったわけで。事務所は、本当に大きなものを失ってしましましたよね、全同。騎士にとって、急ジャニーズタレントとして、最後の仕事だった、G メン。その作品で、騎士ファンの行動力。 購買力の強さが余実に現れている。なんとも皮肉なものだ。現れている。